増田治教増田治オ氏文化元年11月18日は、増田家、第30代当主。長州繁栄大画廊、須佐領主増田家ケ11代。父は、増田治幸。母は、宇田毛利皇帝の幼女。性質は、阿川毛利志貞の娘。養子に、増田坊清、ますます、田草清の言い名付け桑子、実定に、助瀬新長がいる。 通称は、越中、安房、丹後。陽明枠間次郎、はじめ謙鏡を名乗るが、後に、藩主、毛利重成より変気を受け宗教と名乗る。おさむの読みが、高であることから、重成が読みを改めた、天明元年、または、翌天明二年のことと思われる。1782年には主家成が、毛利重元に、藩主の座を譲っており、弟の親長は、 父親から返記を受けている。名和元年うるー12月、もう年家家老、増田治む将の子として生まれる。天命4年、当職であった治む幸が犯罪政再権問題で、藩主、父親の不協会、隠居を命じられたため、家督相続することとなった。同年、王都となり、藩主、毛利治親、聖房に仕えた。完成2年、国元家藩役となる。 完成十二年、病のため、養子に、毛利家一門義し毛利家から某清を迎え、隠居する。文化元年十一月十八日卒、去年四十一。宗教の死で、永代家ローマスだけにおける、マスダ元、将の男系は途絶え、毛利皇帝の男系子孫は続くことになる。ありがとうございます。